カール一世の子供たち、ローベルト・フォン・エスター,イコールエステは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇族。元皇太子、オットーの弟にあたる。皇位継承者だった、カール大公とその筆下の次男として生まれる。1917年に父ミカドによって、エスター,イコールエステ大公に助せられた。第一次世界大戦後に、君主制が崩壊すると、スイス、マデーラ等を経て、 スペインに移り住んだ。ルーバンカトリック大学で経済学と政治学の博士号を取得して卒業した。ローベルトはロンドンでオーストリア・ハンガリーの亡命者を救護するのに不信し、1945年にナチスドイツが崩壊するとオーストリアに戻って政治運動を行おうとしたが、共和国政府によって追放された。以降はブリュッセルで銀行員として働いた。その後、 スイスのバーゼルにある老舗プライベートバンクのグッズウィラー銀行の頭取りとして展示を全うした。第二次世界大戦中、兄・オットーと共にオーストリア解放に尽力した。英国のハロルド・アレグザンダー将軍の要請によって、通訳としてユーゴスラビア抵抗運動の指導者、チトーとの会談に加わった。チトーは通訳の正体を知らないままその出身地を訪ねた。 ローベルトはシェーン・ブルンですと答えた。次に名前を尋ねられ、ローベルトは自分の名前を言った。かつてオーストリア・ハンガリー帝国の歌手官だった地頭は椅子から飛び上がって軍隊式の姿勢をとって敬礼し、太閤殿下参上いたしましたと言った。1953年に旧イタリア王族で第3代アオスタ公アメデオの長女マルゲリータと結婚し、 三男二女を設けた。エーリッヒハイグル、ハプスブルク帝国、最後の皇太子、激動の20世紀欧州を生き抜いた、オットー大公の生涯、P280。ありがとうございます。